私はいかがいたしましょうか。そうだな、では私の元まで来い。はい。いい匂い。おはよう。二人とも元気でやってる。ハクあらあら、エルちゃんのお友達。はじめまして、私ここのお父様の隠し子です。教師として、女として、女子生徒たちの裸を死守します。いくら仲間であっても、これだけは譲れません。俺は、女風呂を覗きます。おかえり、バサラ。ダメだ、ゼスト。お前は新しい生き方を見つけるんだ。でも、俺の部屋でよかったのか。うん、マリアの母親を迎えに来た穏健派の魔族に。だって、今の私にはバサラたちがいてくれるもの。パソコンなんて借りられません。ただでさえ借りまみれなのに。でもそれりょうちゃんに使ってほしいんだよ。りょうこに？ありがとうございます。うん、グラフィックソフトも入れたし、 OS も最新の入れといたから。 OS？ やっぱり古いパソコンだと動かすのにカツが必要なんですか？綱引きみたいに。うちでも応援した方が。それは OS の。騒いでないで、お二人で、いえ三人で仲良くどうぞ。うわっ、ああ、な、何やってんだお前ら。どうする、どうすると言われても。勇者のベッドを昼間は女騎士が、夜は私が使う。やっぱりいじめか。一斉さんたちはもうすぐ修学旅行でしたね。はい、京都に行く予定です。去年リアスがお土産に買ってきてくれた京野菜のお漬物がとても美味しかったわね。自分が買ってきます。あら、そういうつもりで行ったわけでは。気を使わなくてもよろしいのよ。でミネルバ様。こら、何をするか。ミネルバ様、美味しそう。やめと言うに、わらは食べ物ではない。こら、この匂い。もしかしてモカさん、いつもの。そう、いつもの。ウルブちゃんに。